どの伝承に惹かれますかな。始めましょう。雪に咲く赤。あ、鬼がいるよ。運ぶ風だ。リオが頼みとした仲間は刃の先となり果てた。鬼はクロードに敗れた。敵がいるよ。
今少しずつ崩れている。敵をなぎ倒す。今のが最後の敵だよ。あるものである。敵の編兵が近づく。自慢の弓だよ。
彼、ゴリラ。近くに敵がいる。まず敵を倒した。だが次の戦いがすぐに始まる。イオンの杖は諦めることを知らない。おい、敵がいるよ。自慢の指だよ。武器を構えて。クロード、狙いを誤ったか。ムクロが次々と積み重なる。たちまち減っていった。もういないようだね。迫り来る敵の気合は離れた力で感じることができた。
あいつ仕留めるよ。鬼がいるよ。クロードの人生、力を合わせたクロードと競り合える者などいないのだ。敵だよ。
国へと送り返した。刃の錆となりかねない。敵勢の果敢な攻めを受け、刃物が続いた。クロードの戦いぶりは目を見張るものであった。
やったね。敵は次なる戦いに備えて陣を組んでいる。あんたいい仲間だ。まだ見つかってない。クロードは果敢に抗うも守りを破られた。礼を言うよ。最後の敵を斬ると、あたり静まり返った。刃の先となり果てた。
戦士でさえクロードの前に敗れた。
兄がいる。片付いたようだ。前からクロードは勝利を悟っていた。クロードはしばし勝利の余韻に浸った。だが新たな災いは目前にまで迫っている。クロードが残した数々の手柄、その一つをお話ししましょう。